はい、皆さんこんばんは。今日は9月7日、月曜日ですね、週始め、10時56分です。今日はですね、先日、やったばかりなんですけども、また、一眼動画トークの、今日は7回目ですね、をお届けしたいと思います。本日も龍之介さんにお越しいただきました。こんばんは。はい、こんばんは。ありがとうございまですね、す。龍之介さん。はいはい。YouTube のね、動画トーク6で、コメントをいただきましてですね、あなたから。いただいてましたね。で、ちょっとね、慎重にこれはね、しっかりトークでお返ししようということをお話ししてました。まあ、せっかくなんでね、ちょっとこれを、長文でこう書いていただき、要約してちょっとお伝え、ここでね、ご紹介します。私は星月人間で、GP 赤道儀でですね、星夜写真とかを撮っておられたという方なんですけど、天体、天文トークとかを聞いてくださったんですね。で、ここ最近一眼動画トーク、よくアップしてるんで、それを聞いていただいて、で、がぜん、動画にも興味が出てきたということですね。おお、素晴らしいですね。で、コンデジでもう動画を撮っていくというスタイルを、最近では撮っておられる。で、やっぱりね、こう、光を捉えるっていう行為ね。これが結構なんか楽しいなっていうね、動画の奥深さに今更ながら気づいたというなんこかといで、い、いいこと書いてますよね。そうですね、綺麗な光を捉えるという行為自体に違いはなく、むしろその場の空気感や雰囲気を音や動きも交えて、表現的、そうですね、素晴らしいですね。本当にそそのの通通りりですね。です。で、今、やっぱりね、コンデジもいいんですけど、本格的な動画機材を買いたいなと思っているみたいですね。まずやっぱり動画で思い浮かぶのは、ムービーといえばハンディカムと。で、ハンディカムどうかなと思ってね、で、カタログをこうもらってきてこう見るとですね、やっぱカタログスペック上のそのレンズの F 値っていうのは小さい、つまり明るい。縮小光学系だから、明るい F 値がこう達成しやすいっていうのもあるんですけども、で、そういう明るい、例えば1.8とかのズームレンズを使って、その ND フィルターですね。ああいうものをつけて減光して、明るい日中で開放気味、絞りをもう開け気味で撮れば、一眼レフのようにこう背景をぼかして撮ることはできないでしょうかという、まず質問ですね。で、ビデオカメラをね、できれば、やっぱさりげないスタイルが好きだと。多分ね、そういう方多いと思うんですよ。撮ってますっていう感じのね、っていうのはね、やっぱね、抵抗感ある方が、ビデオだと特に多いんじゃないかな。一眼レフでも昔はね、結構大げさ感があったんですよ。今でこそね、女性の方も持っているけど、どんだけ普及してるかっていうことなんですよね。で、ハンディカムをちょっと今考えてると。で、キヤノンの G20 とかね、いろいろこう、キヤノンからもハンディカム、ビデオカメラが出てると。そこで、ハンディカムでいいのかなというところと、あと、一眼動画に対して越えられない壁が、もしあるんであればね、一眼レフを、新たに買い足そうかなとも思っていなるると。ほど。ただね、動画のために一眼レフを買うっていうのも、ちょっとね、まだ今、いきなりなんで、躊躇しているっていうね。予算的にはね、さすがにね、α7R2 をいきなり買えっても無理ですよ。僕なんかもう一生買えませんわ。だけど、僕目線から言うと、この方もね、同じくやっぱ GH4 とか EOS 70D。EOS 70D なんか多分あれ、中古だったら今だいぶ価格がこなれてきてるそうなんですか。いうのがあるんですよね。GH4 はいまだに人気機種だから、多分そんなに値が下がってないのかなっていまあでもね、僕買ったのは12、3万だったんで。う。やっぱ10は超えるわけですね。だいぶ下がってますよね。最初 70D からと比べ比て。べるとやっぱちょっと高いですね。そうなんですか。で、確か以前 70D とか AX100 とか RX100 を使われていましたよねって、僕にね。僕は使ってました。で、GH4 をお持ちの龍之介さんね。4K を使わない立場での、4K を多分その方は使う気持ちは今はないね、多分。パソコンが非力って書いてああ、ますそうよ。ね。で、GH、それは多分僕も一緒ですわ。GH4 の使い勝手。
というのを、まあ、今回のトークでね、なるほど。話題にしていきましょうしましょう。ということですね。はい。今まさにこのコメントをね、いただいたコメントを読みながら、ちょっとね、まあ、龍之介さんにまずちょっと返答してもらいましょうかね。ああ、僕のところです GH4 という、か。まあ、一眼で撮るとした場合ですよね。GH4 はですね、僕がちょっとその人を演じましょうか？ね。いや、GH4 にしようと思ってるんですけど、70D はどうですか、まず。もう70で使ったことないんで、わからないんですけど、えまあでも 60D の後継で、とはいえなんか動画に特化してる。特化してるような感じですよね。なんかオートフォーカスが早いとか。そうですね。もう全然触ったこともないんですけど、まあ、そっちはちょっとわかんないんですけど、GH4 は、もしもし？ああ、去年。GH4 はね、僕はもうパナソニックのカメラはこれが初めてだったんですけど、まあ、ちょっとね、なんていうのかな、ちょっと偏見じゃないけど、ちょっとこうね、パナソニックってカメラどうなのみたいなのがちょっとあったんですけどね、そのスチールとかはね。やっぱり動画は昔からね、得意だったそうで、やっぱその一眼とはいえね、GH4 はすごい使いやすくてですね、あと機能がなんかね、すごいいいんですよ。なんかね、オーバースペックじゃないかぐらいのね。やりすぎじゃないの？価格帯で。そこまでやらんでいいでしょって。いうぐらい、まあ動画に特化したね、まあ、カメラなんですけど、まずはやっぱり使い勝手っていう意味で言うと、まあタッチパネルとかね。そうね。最高ですね。そうアそルファ系を多分、アルファ7系を超えてますね。タッチそパネこルっはていうのそうがですね、やっぱね。りね。非常に使いやすいし、まあ、シャッターボタンで動画ボタンができたりとかね。まあ、僕はすごい使いやすいと思いますね。ね、加えてもさっき言ったそのスペックがすごい高いと。動画スペックが高くて、で、なおかつ、まあ、普通のスチールも一応撮れるよと。まあなんかもうスチールははっきり言って捨ててますよね。そうなの？本当にそうなの？ いやもうみんなそう思ってるでしょ、これは。いや、まあまあ、でもこね。れはね、もう動画用一眼レフとして、そうなんですみかんね。な認識してると思うんで。別に構わないと思いますけどね。もう写真は僕はね、1回ぐらいしか撮ったことないんで、あれで。でもちゃんと撮れるわけでしょ。そんなとんでもないああ、もち映ろん画もが出ちてくろるわけじん。ゃなく撮れて。ます、撮れます。撮れますけただど、まあ、それを主にしてないということですね。そうですね。なるほど。とにかくもうそっちに機能を振ってるんで、そもそもそのパナソニックさんが。なんでそこはもう割り切って使うっていうね。だから一般用途の静止画のスチールのね、一眼カメラの、例えばまあ、いろいろほら、目が肥えてくると、いや、キヤノンの木の葉っぱの色はね、キヤノンがいいんだよとか、まあいまろいあろね。あるじゃないですか。だからそういう目線で見ないんであれば、普通の一眼のボケも表現できるし、そうですね。で、まあ、そういう意味では、その GH4 っていうのが、一眼レフ、そっか、ミラーレスでしたっけ、あれ。これアミラーレスですミね。ラーレスか。だからまあミ小ラさいし、ーレス。なるほど。まあ軽いしね。だからまあなんだろう。質問としては、4K をまあ使わないとして、あれを使った場合、僕は特に別に 4K を使おうが使おうまいが、使い勝手という意味で言うとね、同じですよね。なるまあほそど。のね、編集の時のその パソコンの動作とかそういうのはまあもちろん、関わってくるんですけど、パソコンに依存するんですけど、なるほどね。カメラの部分、撮影の部分では別に 4K だからといって、どうというのはないし。僕から言わせれば、まあ、確かに 70D は安いですよ。だけど、あれももう一昔前の動画カメラで、やっぱまあ、キヤノン全般に言えるんですけど、まあ、ほぼ、2K の、つまりまあ、フル HD の 30P ですね。30fps 以上の、まあ、細かい刻み、60というのができないと、いうのが一つ大きな欠点ですね。そういう撮り方をすればいいんですけど、動きもの、子供とか撮ってるとね、結構パラパラ感がね、出るんですよ、その撮り方によっちゃね。三脚固定しちゃいいんですけど、それがなかなか難しいと。だからそこは、まあ、60であってほしかったなというのがあります。キヤノンはね、やっぱりね。やっぱりそのどうしてもあっちがありますからね、シネマイオスがね。そっちもあるしね。でもそれ言うと、パナソニックもあるからね。まあ、それも企業の
戦略なんでしょうね、うん、そこは。そうですね。で、パナソニックの GH4 は僕が見た感じ、スペック見てると、ビットレートもめちゃくちゃ高いじゃないですか。200とかありますからそうですね。ね。あれはすごいですよ。200メガ。その選択肢がね、ものすごく多いというのは、いいことで、MP4 とかでもいろいろあるし、確かね。MP4 で確か行くんだったら、例えばそのタブレットの iPad にすぐ取り込めるだとかね。MOV かな、iPad だったら。ああ、かな。Mac のね。いろいろとね、なんかこう、やっぱりね、キャノンと比べると、そういう、デバイスとの親和性が高い。キャノンって何でしたっけ？なんか、いや、MOV ですよ。MOV ですか。MOV なんだ。とか、Mac なんだ。オールイントラとかなんかあるけど、やっぱりね、なんかこう、汎用性という意味ではね、なんか選択肢は GH4 が多いですね。で、センサーサイズはね、APS サイズとフォーサーズでちょっと面確積がか違に。うという。キャノンの方が大きいと。ボケ感を出すんだったら、キャノンの方がいいんでしょうけど、だけど、全面カリッと映すんであれば、同じ絞り値でもセンサーサイズが小さい方がパンフォーカスになりやすいという意味ではいいかもしれない。なんかね、僕ね、思うんだけどね、フォーサーズっていうのはね、マイクロフォーサーズ？フォーサーズ？どっちかな？マイクロフォーサーズ？フォーサーズサイズっていうのは、なんかすごくバランスが取れてて、僕らはフルサイズとか APS って結構ね、昼間で、ND とかほら開けてやるけど、絞らないとなかなかパンフォーカスになってくれなかったりするんですよね。ですよね。8とかね。くっきり映したい時あるじゃないですか。ありますね。風景とかね。そういう時って センサーサイズが小さい方が有利なんですよね。勝手に、パンになってくれるから。ファンになるからね。そういう意味では、なりやすいし、で、かといって、1インチセンサーとか、そのハンディカムとかのね、極小センサーね。ああいうのに比べたら、やっぱりボケも、絞りを開けた時にしっかり出ると。出ますね。ハンディカムだとね、やっぱね、F がね、例えば1.8とかでも、なかなかボケってくれないですよね。望遠側にしていかないと。なるほどね。望遠にするとうっすらボケてくるんだけど、ほとんどカリッと映っちゃいますね。よしあしなんだけどね。多分このフシーさん、フシーさんがちょっとどういうものを撮りたいかっていうのは多分書いてないですよね、これね。ただ多分おそらく、この良さを書かれてるところを見ると、写真そうです的ね。な、そういうの、その作品として撮りたいなっていう多分思いがありそうなので、そうすると、やっぱりボケ表現とかね、ちょっと欲しい時ありますからね、やっぱりね。そうですね。そうするとちょっとハンディカムだと、ちょっとその辺は満たせないかなって感じがしますね。動画を記録する、時間の長さとか、放置しっぱなしで何かの発表会撮っても、結構ね、ずっとこう、持つんですよ。そうですよね。そういう記録という意味ではいいんですけどね。例えば、ピクチャースタイル的なものがあったりとかしてね。その中で、その選択肢がね、どういうもんなのかとか。やっぱね、多分、GH4 には、その辺が、もうちょっとこう、光をこう、何か表現する、美しく見せるという観点では、もうちょっと多いのかなという気がするんで。そうですね。結構ボケますからね。レンズ交換。やっぱりレンズ交換ってのは大きいですよね。そのハンディカムと比べて。いろんなレンズが使えるんで。ポンポン変えればいいんだけどね、そこでまたレンズの悩みっていうのが出てくるから。ハンディカムやったらもう何、ズームついてるから、この10倍ズームで全部焦点収まるから、そうもうでこすれ1ね。本で1つでいいじゃんって思っちゃう気持ちがあるんだけど。ただまあね、今までカメラもし使われてたんだとしたら、キャノンだったとしたら、アダプターを買えばね、GH4 ってつくんで、その時でもフォーカスとかどうなんですか？オートフォーカス？オートフォーカスはね、効くレンズと効かないレンズがあるんですけど、そうなんだね。僕はね、写真の延長線、風景写真の延長線とかそういうところで撮るんであれば、特にオートフォーカス、そこまで僕は追求しないんですよね。ここはね。なるほど。だから、もし EF レンズをお持ちであれば、それがね、資産として活かせるんで。
ていうのもありますしね、うんうん、僕は使ってますしね、EF レンズを、うん、まあでも、うん、やっぱね、マニュアルで撮る人が多いですね、動画は。どうなんですかね、実際のところはね。うん、結構ね、うん、僕もね、あの、オートフォーカスオンで撮ってちゃったりするんですけど、うんうんうん、後から見るとね、うん、円形の、まあ、例えばあの、ね、細かい模様、うん、まあ、木の葉っぱとか、うん、いろんなものがね、その、まあ、その時々のリアルタイムなフォーカスの行き来に引っ張られて、うんうんうん、映像がチラチラ動くんですよ。うん、それはありますね、うんうん、でそういうのがあるんでね、うん、まあ、やっぱりマニュアルが一番こう映像的には安定するのかなっていうのがある、うん、でそう考えるとアダプターさえあれば、うん、別にまあもうね、うん、使えるというか、そうですね、うん、そうそう、うん、そうそういうのもあるんで、うん、予算的にはちょっと高くなっちゃうんだけどね、うん、まあ、気持ち的にはね、うん、せっかくだったら、うんうん、まあ一般写真のデジ位置、うんうん、という意味合いでも、うんうん、まあ、GH4 を掴んでおけば、うん、はいはい、うん、ハンディカムでまあ写真を撮ろうというふうには多分あんまり思わないと思うんで、うんうんね、うん、ちょっと 70D は僕は分からないですけど、 GH4 はすごいいいカメラだと思いますけどね、うん、ああそうですか、うんうん、動画に撮ってね、うん、写真も撮れるし、うんうんうん、まあまあ僕がねこうやって言ってるわけで、まあ、もう何ていうか動画の世の中的に、もう GH4 って世界的にね、うん、もう一押しみたいなカメラなんですもんね。あ、そうだね。これかアルファ7かみたいな感じじゃないですか。一眼って。うん、まあ後からアルファ7がこう来たわけで、ね。まあまあね。うん、うん、そうかな。セブン S とかがね来たわけで、ね。うん、そう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 、うん。もう今そのどっちかですもんね。ああですね、うん。言ってみたらね。うん、本当にこうなんか作品で作品的な動画を撮る人ってみんなどっちか使ってますもんね。うんうん、確かにね。うんうんうん、まあやっぱりその、まあ、スマホでも、うん、ハンディカムでもそうですけど、うん、受光ピッチね、うん、ピクセルの、うんうんうん、ここっていうのはやっぱり、まあ、ダイナミックレンジとかにも影響してきますし、うん、なるほど、うん、で、まあ、カメラ内蔵のその、まあ、現像エンジンじゃないけど絵作り、うんうん、これはどうしてもほらあのカリッとね綺麗にっていうところがあるから、うんうんまあ、それがあだとなって逆光のシーンはもう使えないとか、うんうんうん、まあいろいろこうやっぱあるわけですね、はいはいうん、そこらがああ今までの写真のこう感性をそのまま、うんうん、持っていけるなというのが、まあ、一眼レフなのかなというね、うん、そうですね、うん、ところではあります、うんうんうん、あとまあ最初は気にならないんですけど後からねあのやっぱりログっていうのねログっていうのがね、うん、あるんですね、はい、動画には、はい、ログモードっていうのかな、なんていうのかな、まあ、要するにフィルムの昔のフィルムに近づけたような、うんうんまあ、モードがあるんですけどその、うん、ダイナミックレンジとかを、うんうん、それがねすごい欲しくなってくるんですよね、うん、やってるとちょっとやってくると、うんうん、それを考えると、うん、でその2つがついあそれがついてるのって、まあ、GH か、うん、アルファ、うん、だけですよね一眼って聞かないですよね。聞かないですよね。その2つですもんね。うん。うん、なんで、そういうのが欲しくなる可能性も鑑みるとね。うん。まあ、アルファ、だから僕的にはアルファ7か GH4 なのかな。うん。アルファ 7S でもいいですし、まあ、S はもちろんかなりいいんですけど、アルファ7の、あの、ノーマルのやつも確かログついてんじゃなかったかな。そうなの？え、ついてなかった、うん、いや、ついてないでしょ。いや、あの、2。ああ、アルファ7-2か。なるほど。とかね、うん。S からついたんですよね。アルファ 7S からログが、ね、S ログ2がついて、うんはいうん、それ以降のは全部ついてんじゃないかな。全部でも2つしか出てないけど。うんうん、なるほどね、うん。ログっていうのはね、後からね、あ、なかってちょっと後悔する人もいそうな気がするんで。ええ。うん、もうね、このトークで本当にね、ログ、ログって言い出すのはもう常に龍之介さんで、僕はどっちかというとこう、アンチログ派で。ログ使われるね。アンチログ派でね。そうそうそう。で、そう。まあ、それは理由がありますけどね。うん。α7S の、その、いろいろね、ISO とか、そうですか。まあ、GH4 は、あれですね、ログでもちょっとこう、今月かな今月かな、うん、そうそうそう。にログ対応するということですね。そうなんですよ。今まではなかった。うん、今まではちょっとなんちゃってログ
みたいなね、うん、あのモード。ログじゃないよね、あれね。ログじゃないんだけど、なんかログっぽい。眠い感じにね、うん、シネライク D って言うんですけど、うん、そういうモードがあって、それ結構、それはそれで人気があったんですけど、うんうん、この度、ついに本当のログを持ってくる、うん。ただね、うん、ログを処理しようと思うと、うん、いや、まあ、あの、この方がね、うん、どういう編集ソフトをお持ちなのかわかんないんですけど、うん。うんうんまあ、そのいきなりは、うん、いきなりはやらないと思うんですよ。うん、まあまあ、将来的にってことですね。うん、そう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 、うん。その時にちょっと買い直しになっちゃうんで。うん、だから、まあ、多分ね、最初は、うん、取っ手出しで、うん、そこそこ、あ、いい感じだなっていうふうに、そうですね。思えるところ。うんうんまあ、僕がよく使ってる、その PP6 という、うんはいはいはい、まあ、要はシネマモードみたいなものが、うん、GH4 にもありまして、で、ねうん、それは、なんだ、シネライク D という名前で。うんうん、あと、うん、シネライク V っていうのがね。2つある。V と D があるのかな、うんうんうん。まあ、それで気に入った方を撮ってみて、そうそうなんか今までの一眼のこう、プレビューのね、あの、うん、背面液晶の画面の色、うんうん、からすると、えらい薄いなって最初思うんですよ。だけど、それで撮ってみて、うん、家に持ち帰ってパソコンモニターで見ると、うん、あ、こっちで撮っといて方が良かったと、うんうんうん、思う時が来るんですね。そうなんですよね、うん、それが普通のハンディカム的なものでは出会えないんですよ、うんうん、確かに、うん、そう、うん、そこの差がありますね、うんうん、それだとね、取っ手出しでも結構、うん、そのままこうアップできるよ、ね、そうですよね、まずはね、うんうん、だからいわば、うんまあ、天体写真をやられてる方なんで、ええ、あれですけど、まあ、JPEG とかパチってね、うんうん、あの撮った時に鮮やかに背面液晶で表示されるのか、うん、なんかローとかそういうね、うん、なんか現像してちゃんと画像処理しないと出てこないようなね、うんうん、ものな、まあ、それと同じですよね、うん、動画の、うん、そのまあシネマモードとかログとかいうのはね、うんうん、画像処理前提みたいなね、うんうんそうですね、うんうん、でもやっぱり楽しいんですよね、うんうん、まあねそうそうなんだろうねあれはねなんで楽しいんですかね、うん、現像の喜びがやっぱありますもんね現像の喜びっていうかまあ龍之介さんはね特にですね、うんうん、いや僕はその世界はあんまり知らないですよ、でもシネマもそうじゃないですかいやだって、うん、現像あれはもうできちゃうんだっけえ、現像って何のことですか？あ、まあ、要するに、うん。まあ、ラット当てたり。ああ。うん。うん。その、まあ、うん、うん、まあね。うん。ラットを当てる瞬間ですかね。まあ、ログだと特にそうなんですけど。うん。面白いですか、そんなに。めちゃくちゃ面白いですよ。天体写真と同じですよ。本当に。デジゲンかけた時みたいですよ。うん、あの眠いのが眠い。あ、そっか。ログで撮ってるわけだからね。僕はね、特に。ああ、なるほど。うんうんうん、じゃあそうじゃなくても、ほら、普通にと、うん、レックで撮ったとしても、うん、ログはラット当てた時ってすごい楽しいですよね。うん、当てた瞬間って、うん。まあ、ログほどは激変しないけど。まあまあまあね、そこはね。うん。うんうん、そうそう。なんかね、うん。うん出てくる感があるんですよ、ね、あそう炙り出し感というか、うんうん、ちょっとそれをねすごいなログ信者だねログ信者ですね、うん、ログ信者というかまあまあねそうですね、うん、ダイナミックレンジがやっぱりね、うん、広い方がいいですねうん、うんうんうんまあ、よっちゃんはいいよっちゃん意外とそこにちょっとね、うん、こうあんまり乗ってこないですよね。うん。僕はね、やっぱりまあ。いや意外ですよ、非常に。本当にだって、天体写真で、あれだけね、うん、画像処理をやってる人だから、うん。僕ね、ダイナミックレンジよりもね、その、うん、やっぱね、ノイズとかトーンの方を気にするんですよ。うん、第一に、うん。まあまあね、うん。うん。そう、そこはね、確かにね、うん、まあ、いつも話してるんですけどね、うん、まあ、8ビットっていうところね、うん。うん。8ビットなんですよね。うん。あの、ライブ録画っていうのは。いやもうそれは全ての動画機がそうですね。うん、まあ全てはね。一般的な。そう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 。うん、業務機以外はね、うん。うん。なんで8ビットは256回以上、うん、うん。まあ JPEG のパラパラ漫画みたいなもんだから、うん、うん。だから JPEG ってカメラやってる人はまあよくご存知ですけど、うん、うん。もう一発勝負だから、後でやり直し聞かないから、うんうん、もうカメラ内でピクチャースタイルも決めとかなあかん。うんうん、であと、シャープネス設定も、うん、もう撮るときに決めとかなあかん。うん。うん、とかあるんですよね。そうですね、うん、
だから、やっぱりね、カメラの設定追い込みっていうのが、大事になってくるし、で、同時に、その PP 何にするかとか、シネライク D なのか V なのか、そこのね、選択はね、結構重要なんですよ。でしょうね。これがね、ローが普通の時代になってくると、動画がロー普通になってローくにあるればね。と、そう、これはもうね、別にいいじゃんっていう話になる。でしょうなんね。でまも。とか。まあ、究極はやっぱりローですよね、動画も究極はね、ね。なんとでなもなかるなからかね。ない。そう、これはちょっとね、現実的じゃないけど、でもどうだろうね、ちょっと 4K ね、そろそろこうスムーズに扱えるようなハイエンド機が出てきたこう時代なんで、2K のローぐらいだったら、ああ、そうですよね。そろそろ確かもうに。普通にハンドリングできるのかもしれない。確かにね。まあ、需要が多分少ないでしょうからね、一般的にはね。だから、なかなか作んないんだろうけど。そうだね。だでもから、楽しいでしょうね。解像度をどこまで追い求めるか、いや、追い求めないっていう人だったら、だって昔の映画とか見てみなよってね、ロッキー見ても、タクシードライバー見ても、70年代とかあの辺でね、撮ったやつっていうのは、今僕らがフル HD で撮る解像度よりも低いんだよって。まあ確かにね。って考えた時に、僕が目指すのはああいうシネマ調だから、だから僕はもう 2K で十分だと。まあたそれはだ、あありでしょうね。りだよね。ただ色の自由度、いろんなこう編集をやっぱりしたいから、じっくり取り組むために、なるべくその自由度の高い、ローとかログとかちょっとわかんない、そういうやつを撮りたい。まあ10ビットとかね。そういうのも多分ね、2K で、まあだから処理をゴリゴリにこう楽しみたい人、まさにもう意うってつ外とけのカメラが 2K。一個ありますけどね、それやるに。ああ、BMP。あれはね、僕はね、持ってるんですけど。それ単体ではちょっとこういろいろとこう問題が、あるカメラですけど、ブラックまあ、ブマラッジッククマはジッね。クっていうのもね、メーカーから出てる。まあ、それも本当にシネマ用、動画用専用の、まあ一応一眼なんですけどね。まあ、とにかく使い勝手が悪いと。まあ、最初のカメラでちょっとお勧めできないですね、やっぱり。最初の動画カメラにある程度ね、いろんなこう、ああ、こういうもんかっていうのを分かった上で踏み込むにはいいかもしれないですね。かなり僕は好きですけどね。いや、本当に。まあ、ロー撮れますしね、さっき言った。2K のローが撮れるし。いや10でもビットも。ね、まあ、ちょっとね、この方の質問とはどんどん脱線してくるんだけど、2.5K だったっけ？ 4K のやつなかったでしたっけ？あのでかいやつ。4K、 BMPCC じゃなくて、大きいやつありますよ。あれちょっとね、高いですあね、結れ、構。店頭でこの間見てめちゃくちゃでかかったですでね。かいでかい。いや、でも、あれはなんだろう、なんかまたちょっと違うんですか？その解像度以外。ちょっとなんか何が違うんですか？ストップ数がね、増えた？10、あ、減ってましたね、なんか。減った？4K を。だ4K じゃかならくて、ね、ほら、2.5K のやつは？2.5K はあれは同じですよ。高いですよ、一番。13ストップとかって書いてました。ああ、ほんと。で、ログもいける？ロローグももちも？ろん、ローローももいできける。る？あ、いける。そうか。はあ。え、あれいそくうらでね。したっけ、今。あれ、2.5K。27、8万で、5、6万とかそんなんじゃないですか。え、今でも？わあ、かんない。本当に。定価がそうだから、実売は知らあないですのけど。大きさなんですよね。でかいですよね、あれね。あれはスタビラの一ド番カいいベのンかみたな。いなの。STL、ね、何万何千って感じですね。そんな感じですね。まあ、そっか。あで、れはあでと、かい。まあ、あれでも楽しそうなんだよな、あれな。あれはちょっとあかんサイズだよね。で、まあ、それのポケットサイズっていうのが僕の持ってるやつなんですけど、逆にああれれはは、なんか小さすぎるぐらい。でもあれはね、予算的にはね、GH4 と同じですね。いや、でもね、初めてやったら絶対僕はま、僕 GH4 がおすすめも、する。初めてだったら GH4 か、まあ、α7 シリーズか、どっちかかなと僕は思うんだ予算考えたら GH4 でしょうね。たでだ、すかレね。ンズをまた一からっていうところがあるんで、まあ、アダプターがあればね、で、両方ともつくんで。そうか。まあ、なんで、まあ、最初の質問は僕的には、まあ、言ったのか。まあ、GH4 は、だから、とにかく使い勝手は、4K だろうが、2K だろうが、かなりいいですね。というとこかなんだろうね、多分ね、利便性を、映像習得するための利便性を追求するとハンディカムになるんですよ。まあ、そう思いますよ。
で、あれだああ、よね。こっちの方が楽じゃんって絶対なるんですよね。そうそううん。そで、ズームを自分が動かなくてもズームで勝手むに寄っちゃてくちくゃ早るいですし、からね。うん、そうそう、もう圧倒的に楽なんですよ。そう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 。うん。だけど、なぜそんなに手間暇かけてとか、H1 使ってとかね、いろんなこうあるけど、そういうことをするのか。やっぱまあ、そういうことをするだけの魅力があるってことでしょうね、きっとね。俺本当天体写真にその辺はね、やられてる方なんで、そういうふうに言った方が多分分かりやすいんじゃないかなと思うんですよ。ああ、なるほどね。わまあざわざね。赤道儀をね、セットアップするのはなんでかってとこと多分同じですよああ、そうですね。その方は、星夜写真って言って書いてあるけど、どんな写真ちょっと撮るのか。まあでも赤道儀だから多分、例えば北アメリカをこう出したりとか、で、改造もしてるっていうから、赤いのを出すでといすようね。で処理すをよね。するわけですね。で、その処理が楽しいわけですよ。だから画像処理が好きな人、これはもうマブチョンとかもそうだけど、ちょっとそういう方に向けて言うんであれば、僕らがやってる映像の編集っていうのは、例えば3分の、映像の中に、まあ30、40のクリップがあったとして、その40のクリップ、に一個一個、あれですよ、まあ画像処理、適切な、例えば僕らで一番、まあ画像処理のコマンドで一番こうベースとなるそのトーンカーブですね。このトーンカーブをどういうふうに RGB 曲げて、どういうふうにすれば一番よく見えるのかっていうのを、パッ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 とこう出していく。とかね、そういうそうです結構ね。楽しさがあるんですよね。確かに。このクリップ、このシーンはこうだ。こっちを、こう来たらこうや。っていうのが、ほら、なんだっけ、将棋の世界でさ、なんか誰かいるでしょ。こうなんか子供何十人とこうぐるーっとこう、ね、行って行ってこうぐるぐる回ってなりさ。ますね。ああいう感じじゃないけど、40のクリップがあって、このシーンはどうだってこう来るわけですよ。画面からね。そうですね。これはこうやって。こうやこうやこうやってやって、最後3分につなげるわけですね。結構ね、画像処理のスキルが試されますよ。ですね。そこがね、好きな人はね、多分ね、ハマると思ですね。う。ちまちまこうやる、やることが好きな人はね。まあね、そいきなりまあそこまでやんなくてもね、まあ、最初フィルムコンバートって言って、昔のまあ映画みたいに、まあフィルターをかけて、ちょっとそれっぽくしてくれるようなものが最初はあるんで、そういうものを使うだけでもまずね、楽しいですよね。おーみたいになりますからね。映画じゃんみたいな。で、それがまだ目が肥えてくると、さっきのトーンカーブとか、コントラストとかをいじり始めるとそうですね。いうとこですよね。まあ今ね、僕らずっと喋ってたのは、まあ後処理、まあ画像処理的な話ばっかりやったけど、この人多分ね、共感してくださってるのはね、まあ光を捉えるという行為ね、光を読む、どんな光の回り方なのか、で、現場でそこをどういうふうに料理するのか、そこはね、やっぱ動画はこう一瞬じゃないから、そのモーションとかいろんなものがこう時間そうで軸すで入っね。てくるから、確かにね。そこはね、まあ、そこでやっぱ面白いし難しいですよね。難しいですね。そう。まあ、天体写真ももちろん時間かかるんだけど、動画はもうずっと考えてますもんね、何かをね。だから時間経つのすごい早いですよね。ああ、早いね。あっという間に5時間とか撮ってたりとかして。そう。あっという間にね、もう駐車場料金で4000いくらとかね。まず被写体を探して、光を見て、ね、で、露出を決めて、で、撮ってる間もモーションとかいろいろ、映ってるものをまあ、見たりとかそうね。ね。相手が動いていれば、まあ止まって、止まっていれば、じゃあ動かなあかんのかな、どういう動線なのかとかね。そういうのがありますね。電車がちょうどもう少ししたら通るなとかね。そういうこと、すごい常に読んでますね、例えばその街灯ネオンで言うとね、ネオンがもうずっと点灯だったらなんか面白くないなとかね、パチパチパチってこう動いてたら面白いなとかね。撮ってる時にすごい頭を使いますよね。ああ、頭まあ、使それがう楽しい。ね。楽しいですけど。そうですね。で、ある意味、なんだろう、まあ、例えば映像、まあ、ビデオ日記から始めると。まあ、綺麗なところに行ってきましたっていうのをこう紹介するビデオ日記をやっていこうとしたときに、まあ、一つのブログでね、例えば、
まあ、40の写真をね、どこそこ行ってきましたって40の写真貼らないじゃないですか。ね、ブログでダーッとね。だけどこれ映像だったら1個 YouTube でポンってそこリンク先貼れば、その数分間の中にいろんな、もうほんと写真で言うと何十、まあ、100とかのね、いろんなシーンが入ってくるわけですよ。一挙公開できるわけですよ。ですよね。だから写真に腕にこうね覚えのある人というのは、俺は写真構図のセンスがあるんだと、光も読めるという人は、もうそういうスタイルというのは僕ですはよありだね。と思います。いや、僕ね、極端な話ね、例えば、まあ、天体写真のついででも、夜明け、白明の、その日が昇ってくる、その、ワンシーンだけでいいんで、それを例えば1分とか撮って、で、それをアップするだけでも、あ、まあ、繋げなくてもね。動く写真じゃないですか。なんか空気が揺れてたりとか、雲が動いてたりとか、それだけでも、ね、やっぱり写真をね、ある意味凌駕してる部分があるじゃないですか、その、階調ビット数とか除いて。だからね、それだけでも僕は最初はいいんじゃないかなと思うし。まあね。まあ、つなぎ合わせなくても、つなまぎだ。始めるとまたそれは楽しいですけどああ、ね。そっか。最初はなんかまあ、取っかかりとしては本当に1個でもいいんかなと思うんですけどね。そうか。ワンシーン、ワンワシンクーンリッね。プ、みたいなね。慣れてきたらです。何個か撮り始めて、それを編集でつなげるっていうね、やり始めると思うんで。まあ、風景のとっておきのね、こういう、まあ、絶景だとかね、そういうのを狙ってる人っていうのは、本当ワンシーンだけとかっていう、スタイルもあるかもしれないですね。ですよもう朝の明け方のうちからそこ現場行って、で、その富士山のね、ちょうどこう火がこうピカッと光る瞬間のところだけを撮りたいって言ってね。で、まあ、大体ああいうとこ行くと、カシャ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 っつってみんなやってやっるんですてるけけどど、ね。あれを動画でずっとつながった写真としてね、撮るっていうのがいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。まあ、風景寄りになってくると 4K が欲しくなってくるんだけど、まあまあ確かにね、解像度的。で、僕はまだ今 4K には手を出してないんで、まあ、あんまりこう風景の細やかなというところでは、あんまりこうそういう視点は持ってない。ですね。まあ、そうですね。まあ、自然行くとそうですね。まあ、あと街で、まあ、そういうところで撮るときは、まあ、ね、人がたくさんいるっていうだけでも、それは楽しい動画になるんでね。やっぱり動きがあるのがいいですよね。そう、動きのあるものっていうのはね、大なり小なり結構いろいろあるんですよね。動いてないようで動いてるとかっていうのが、あるんで。楽しいですよね。そうか。まあ、龍之介さんは特にね、その画像処理寄りの、に傾倒してるというところがありまそすう、まずはし、そう、僕そんな感じですね、で、今僕ね。はどっちかというと、安定映像の方にかなりこう、とか、カメラワーク的なところの方に、ですよまあ、ね。そうそう、注いでるところがある。ですよね。そう。まあ、いろいろな多分方向性が多分あるんそうだとです思よいね。ますよ。まあ、どっちから言ってもいいと思うんですよね。結局多分全部できないといけないと思うんですよ。アマチュアがやるってことは。ね。結局ね、趣味ってね、改善の余地がなくなってくると、もうつまんなくなってくるんですけああ、ど、確かにね。でもね、いろんな方向性あってね、いろんなやっぱりこう、それぞれの、まあ、作品の作者の良さ、をこう、やっぱり、どんどん、まあ、伸びていく、伸びしろがあるっていうかな。伸びしろがあるんですよ。いや、もう楽しいです。他の人の作品見るのが。ですよね。海外とかね。いや、プロなのかアマなのか知らないけど、すごいのがいっぱいあるんですよね。ああ、本当。海外で多いですね。多いですよね。なんかね。なんかね、なんでかな、すごい。なんかカメラワークもまあもちろんそうだし。いや、それがね、うまいという方向性に秀でてるんだったら分かるんだけど、僕が自分の中でカメラワークはこういう時はこうでなくちゃいけないっていう、なんかね、自分の中で凝り固まった定石みたいなのがこう、もし出来上がってたとしたら、アートの世界っていうのはそれをなんかものの見事にこうね、こう破ってくれるというか、破られてしまう。なんだ、全然こんなんね、僕の定石の中ではダメなんだけど、でもこれがすごく評価を受けてて、すごくいい感じだと。それがね、なんかこう、アートの、まあ、一筋縄でいかない、まあ、まあ逆に言う確とかに。自由、なところなんですね。まあ飽きない理由ですよね、そうそでしこょうは。ね。一方向でないというところがね。そうそうそう。いやね、そうそうそう。
いや、日々勉強してますよ、僕も。だから、そう言って。まあね、真似するのもなかなか難しいですからね、うん、本当にあそこまで行っちゃうとね、機材真似することはできても、うん、そうそうそう、完成の部分はね、引き出しをね、引き出しだね、引き出しをとにかく作るしかないんでしょうね、いろいろいろんなものを見て、まあその感性的な感受性的な部分もあるし、うん、僕は例えばこの間木漏れ日的なシーンを撮ったんだけど、うん、すごくやっぱり露出アンダーで後悔してるのね、飛ばさんように飛ばさんようにっていうふうに思って、うん、そうすると露出アンダーで自宅で見たら、うん、まず真っ黒のシャドウのところから人物を浮き上がらせるというか、うん、はい、ああ、わかりますわかります、そうするとね、やっぱね、ノイズがすごい乗ってくるわけですよ、うんうん、そうですね、うん、もうこんなにねノイズで乗ってくるんだったら、うんうんうん、もう最初からもう白く飛ばしちゃよかったじゃんって、うん、そうですね、どっちにしろそんなにね白飛びもね、うん、大して変わらないもん、そうそうそう、うん、もう白く飛んでるわけだすでにね、うんうんうん、ベタってなってるのは変わりないもんね、うん、あれ。そうそうそう、うん、そう、グレーなのか白なのか、うん、だからね、僕はそれはちょっとリベンジ的に一つの引き出しにしたいから、うん、あ、こういうシーンはこれぐらいで撮るんだよっていうのがね、うん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 、ゼブラをねこんなにギリギリにね、あのリミットしちゃダメだよって、うんうん、ここはある程度飛ばしに行かなくちゃいけないシーンだと、うんうんうん、いう経験値が一つ出来上がる。そうですよね、うん、そうそう、僕も最初やっぱりね、うん、天体写真で分かってるくせにね、うん、なんか飛ばしちゃいけないのかなと思って、うんうん、全部を飛ばしちゃいけないのかと思ってやってたんですよね、うんうん、多分そうじゃないんでしょうね、結局限られたログとはいえ限られたダイナミックレンジの中で撮らなきゃいけないからね、スパッとやっぱりハイライトは飛ばすとか飛ばすというような、うんうん、まあだからね、この間のトークで言ったように、うんうん、同じ飛ぶでも iPhone で、うん、木漏れ日で見上げた時のその白の飛びと、うん、あとログのね、うんうん、まあ、10ビットなりちょっとアルファか分かんないけど、うん、ログで撮った時のと、あえて飛ばしたっていう時の飛びは、うん、やっぱその飛びに至るその、うん、トーンが違うから、ね、うん、ふわーっとこう光ってる、光棒のようにふわーっと光ってる、これは光の表現ですよ、うんうん、だけど iPhone はガリガリガリってなんかこう炭や、うん、あのほらなんかねブルーミングじゃないけどさ、いきなりこうね、突拍子もなく白くなるっていうね、うんうんうん、これだと写真じゃなくなってしまうんで、うん、確かに、うん、だからそういう意味ではログを使ってるからもう飛ばさないようにね、うん、存在意義出すためにこうね、うん、気をつけようっていうんじゃなしに、案外ね、そこであえて飛ばしていくというのも一つなのかもしれない、うん、そうですよね、うん、そう、うん、最近だからそのね、あのやっぱり僕、まあ、さっきもちょっとチャットでしてたの、うん、ゼブラばっかり使ってて、うん、あ、ゼブラ縛りになっちゃったんだ。ゼブラ縛りになってて、うん、暗部の方に頭がいってなかったんですよね、うん、で最近その波形ってウェブフォームって、まあ、ヒストグラムみたいなものを、うん、まあ、画面で見るようになって撮影し始めたら、うんうん、やっぱりね暗部が潰れてるんですよね。あ、そういうゼブラで、うん、ゼブラを意識した時に暗部を見ると、うん、なんかベターって下の方に、うん、底辺にへばりついちゃってて、情報が蓄積されてないんだね、うんうん、逆にハイライトばっかり見てて、うん、シャドウのところを犠牲にしてたっていう、うん、ね、ことが分かってきた。ありがちですよね。そう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 、うん、いや本当にね、それをシルエットだけで、うん、後から持ち上げないこと前提だったらいいんですけど、うん、まあまあね、だけどやっぱりね、うん、後からね上げようとする、うん、暗いって思うから上げようとするんですよ、うんうん、ですよね、うん、そこはねちょっと反省点ですね。ですよね、うん、まあこうやってね、うん、経験値引き出しを、うん、まあそう増やしていくっていうことだね。まあとにかく楽しいですよね。うんうん、まあそういうこう、うん、勉強機材としては、学習機材としては、うん、まあその GH4 なり、うん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 、はすごく面白いと思います。趣味性が高い。高いですね、うん。ある程度の創意工夫とかっていうものを問われる。うんうん、ちょっとしたこうカスタマイズとか工夫っていうのがいるかもしれない。うんうんうん、ハンディカムはそこらは多分、うん、あんまり必要としなくて、うん、ある程度もうある程度もう最初からこう完成されてる、うんうんうん、ただまあね、ちょっとこう趣味的なものを追おうと思った時に、うんうん、出てくる結果がちょっと絵作りが違ったりとか、うんうん、いやこんなにコテコテのね、うんうん、色に、うん、まあなんかこれは街の看板がさ真っ赤だったりとか、うんうん、そうそう、そういうなんか原色系が多いとですね、うんうんうん、なんかやっぱりこう現実感が非常にこう強くて、うんうん、とかやっぱあるわけですね。うん、うん、ですね、うん、そう、
そうですよね。そのまま表現す、うん、するとあんま良くないんですよね、動画って多なん分でだね。ろうね、あれ。なんでですかね。非現実よ感くをないまのとわかない。な。良よくくない、ない。わかんないですけどね。まだ今の段階で僕は思ってることだから、所詮は。うん、やっぱりね、リアル、非リアリああ、まあ、ズームっそていれうのかな。は、それはなんだろうな。まあ、一つの、龍之介さんの多分、ロマンの話。ははは。一そうな般の。論的には、いやね、それロマンな話ですよ。一般そうなのかな。そう的かにな。は、ビデオが、そういう、まあ、スチルガンマ、スチル的な絵作りじゃいけないというのも、やっぱり一般論であって、ビデオサロンとかそういうのちゃんと見てると、あんまりこういう写真で撮るようなイチゴが真っ赤だとかね、そういうのを映像でやると好ましくないと、もっと浅くシャープネスは弱くとかっていうのがよくこう言われてることああ、なんでそうすなんですか。よ。それは何かなって僕ずっと考えてて、いろいろあると思うんだけど、例えば 写真っていうのは最終アウトプットは紙に出しますよね。モニターって光光と光るものから紙っていう自ら光らないものにこう変換するわけですよ。そのためにある程度シャープネスをこう強くかけたりとか、紙で寝ぼけてしまうから、ハイライトクッキー出しとくとか、そういうこう今までの蓄積があるんですけど、ビデオっていうのは絶対にそのアナログというか紙に出ることはないですよね。ですね。ないので、やっぱりモニターっていうもの、こう光るものに対してですね、よね。自ら発光逆すでるすももんのね。でアウトプットとするわけですよ。というのもあって、フルレンジの、その映像のモニターがね、もう漆黒の黒が出るよと。で、その真っ黒と真っ白が出るね、高輝度のモニター買いましたと。で、それの最小と最大をフルでこう使った映像というのは、目にとって、まあ、美にとってどうなのかって言った時に、多分まあそういうこと言ってる、きついと。あるんでしょうね、きっとね。なるほどね。そういうことなのか。そう、いたずらにそのフルレンジを使えばいいってもんじゃないよと、いうことなのかもしれない。ですよね。だから昔の、まあ昔とか今もそうですけど、映画ってものすごく彩度が低いじゃないですか。ですよね。眠いですよね、言ってみたらね。ぼやまあ、でグレーというか、フィルムなんだろうね。フィルムだからかな。まあ今のデジタルシネマも結局、そういう、その時を習って、そういうね、画像処理をするわけだから。でも黒沢の「どうですか?」でんなんてすごい色使ってますよ。まあね、ギトギトな感じ。彩度高いですかあれね。サイズ高いですね。高いか、あれは。僕ね、ちょっとこの話言いたかったのがね、デジタル画像と映画のフィルム映像のパッと見て僕らはもう違いが分かりますよね。ああ、そのビデオ的なものと。ビデオというか、まあ、映画のね、ワンシーンを切り抜いたやつが映画のその DVD の裏のところに写真があったと。それはセピアだけじゃなくて、いろんなものがやっぱりいつも僕らが撮って出してる写真と違うと。それは何が違うって説明できないけど、でも何かが違うよね。まあ、それはね、違いますね。それの話なんだけどね。デジタル画像はね、多分ね、画像処理みたいな話をすると、輝度チャンネルがね、すごいこう、なんか、眠くって柔らかくて、で、色がね、サイドチャンネルがもの結構乗るんですよ。デジタル映像ですか。デジタル映像は。あんまりこう、輝度、L のところは暴れてないのに、色がすごく乗ってる。これがデジタルで、で、フィルムっていうのは、L の部分、LAB に分解したけど、L の部分はものすごくこう、うねって、こう、コントラストがついてるんですよ。好調なんだけど、でも色は雑巾理論ですね。雑巾を結構思いっきり絞ってんのに、色はそんなに出てきてないのが昔のやつ。なんかで、ね、今のやつはそんなに絞ってない状態なのに、色が結構いっぱい出てくれる。この違いがね、僕すごいあると思うんですまあ映画によるんでしょうけどね。まあ何でもできちゃいますからね、今のね、デジタルの方はね。だからね、僕らがこう、シネマのラット当てるじゃないですか。ルックアップテーブルも、かけたときに、その時の振る舞いをこう、ビフォーアフターでプレビューチェックオンオフにすると、明らかにね、こうね、ローカルコントラスト的、これ、輝度のね、輝度のローカルコントラスト的なものが、こう、うねっと入るんですよ。なんかこう、うねうねしたなって、ハイライトは圧縮され、シャドウはこう、ちょっと持ち上がったりとかして、
で、色はって言ったら、色はね、サイドピークがね、AB チャンネルのそのピークとなるそのサイドの、高サイドの、例えば、エメラルドグリーンとか、イチゴの赤の純色とか、そういうのが、ピークがカットされるんですよね。うん。ピークがカットされて、低サイドのところは、うん、結構、まあ、そのまま保持される。うん。だから結果的に、その後サイドを上げると、うん、サイドのピーク、これだけが、なんか、高いっていうのなしに、全体的に持ち上がるんですよ。うん。あれだ、新宿じゃない、ほら、原宿行った時に龍之介さん撮った時の映像、あれはそんな感じですわ。うん。ここというピークはないんだけど、うん、だけど全体的に彩度が上がるような絵作りになりやすい。うん、それが、僕がドデスカデンばっか出すけど、ドデスカデンの、うん、どのシーンを撮ってみても、うん、そういう絵なんですよ。うん。すげえ、輝度チャンネルはうねってる。うん。で、色も乗せてるんですね。で、今の現代の色の、まあ、ハンディカムもそうだけどね、うん、輝度はそんなうねってないんですよ。うん。そう。だから、そのドデスカデンで出てくるその男の人は、ね、男の男優さんはすごくこう、なんかこう、男らしくとかね、なんかやっぱり、普通のビデオカメラじゃ、こう、表現できないような味を、その当時はそんな画像処理とかないから、フィルムがそうさせるんですよね。うん、そのフィルムをみんな真似たがるわけですよ。ですよね。結局まあその時のイメージがね、残ってますもんね。24フレームもそうだし。そうですね。うん、だから昔のフィルムをありがたがる人は結構輝度、LAB に分けるんだったら L を結構ね、雑巾絞ってますね。うん、で、色は褪せた感じにするのか、うん、それとも、サイドピークをカットして、全体的に上げて、ドデスカデンにするのか。うん。でね、それ、ちょっと話を置いといて、うん、これは昔の映画が好きだっていう一つのこうロマンですね。うん。で、もう一個あって、もう一個は、全体的に軟調なビデオガンマというか、うん、これも、なんか一つのこう、玄人の人らがこうやるものなんですよ。僕がすごい好きな、よく取り上げるあのシグマの映像ですね。1835の。あれ本当好きなんですけど、あれはそういう感じなんですよ。あれはまたちょっと、その僕が言ってる黒沢とは違うんですよね。うん。あれは何かなって僕は考えたんです。あれこそなんかこう、ちょっと現代のアプローチなのかなっていうね、ところまあがあっそうなんですて。かね。うん。デジタルならではの、なんだろうな。ならではなんかうん、見せ方なんかなとかね。いや、僕も好きですけど、ないの。もちろんフィルムを真似てはいるんだけどね。まあね、ハイライトのところはね。まあ基本を真似てアレンジを加えてるんですかね、現代風に。あの絵作りはね、そういうそっくりの画像を処理でこうやってみろって言われたら近づけることはできるんですよ。だけどなんであれが今、存在してるのか、ルーツがどうとか、なんかそこが俺がね、僕ちょっと頭の中で説明がつかないんですよ。そう、ああいうのがよく感じられるというのがありますよね。その薄い軟調である。わかる。僕結構好きですもん、ね。でしょ？あれなんだろう。なんなんででああですなかる。ね。なんでそれを心地いいと思うのか。そこがね、再現はできても、でも、なんでかっていうのがわからない。わかんないですね、確かね。シャドウは黒くないですもんね。シャドウでも黒点はグレーだし。それね、写真の先生に言われたらね、怒られますよ。怒られますよね。暗部は暗く、明部は軽く、コントラストをはっきりくっきりさせましょうと、言われますよ。言われますね。でもなんでだろうね。そうですね。いや、やっぱあれいいと思いますもん。ああいう調子の映像を見ると。YouTube とかで。ただね、じゃあね、もう一辺倒に、じゃあもう眠くてサイドが下がってりゃいいのかって言って、ログをそのままするとそれは違うんですそれはよ。違いますよね、またね。そう。そこまにたね、違わびうさびっていうのがあるんですよ。な。そう。だからね、映画調とかってよく言うけど、映画と言ってもね、やっぱいろんなのが、なんか相そうで反すすね。るものであったりする。確かに。さっき言った僕の黒沢は、色コテコテやし、で、輝度も雑巾絞ってるんですよ。だけど、僕さっき言ったシグマの映像っていうのは、またそれと相反するでしょ？でもどっちも映画的だねっていうし、
で、現実で撮れる映像を、現実で見えるものと、プラスとマイナスと、ね、どっちか両極端にこう離れようとすることがやっぱりいい感じなのかちょっとわかんないんだけど、何なんだろうね、まあ、何何ですかにいいと思ね。うのかが僕はちょっなんとでよですくわかかんね。逆に僕はやっぱどうしてもいいなと思えないのが、やっぱりあれですよね。そういうテレビ的なというか、なんていうのかな。違う、ビデオ的？なんていうの？説明がわかんないけど、それ昔さ、のファミリービデオ的なもの。それファミリーさ、ビデオ的っていうのかな。わかるわかる。わ かまありますよね。NHK の、なんかのこう、紹介映像とかね。まあ、なんかんだろうね。こう、なんだろうね。日曜日の朝の6時ぐらいにちょっと起きちゃって、NHK をつけたらね、なんかやってるような感じですよね。趣味のなんとか。趣味のね。なんかああいう映それって像、さ、映像を見て言ってんじゃなくて、その内容の構成とか、先入観ですかね。先入観じゃないかな。ああいうのってほら、もうビビッドってなんかもうそのまま見たまんまの、表現じゃないですか、言ってみたら。なんで見たままじゃダメなのっていうふうに言なわんれでるダかメしなれんですかね。でも全然面白いと思わないですね。その理由をね、もし確かに、それを言葉で自説分明するのが、は難しい。自分が先生で生徒に聞かれた時に なんで写真の世界だそうですよねって、いやでも映像ダメなんだよって、いやでもなんでですかって聞かれた時に、なんでなのって聞かれた時に、やっぱどぎつく見えるからとか、なんかさっき言ったようにね、モニターでしか見ないからとか言ったけど、なんか決定打がないんですよね。確かにね。決定打は理ない。論作んなきゃいけないから、やっぱそこ。ですかね。なんだろうな。だからね、いや、やめとこう。なんすか。いや、なんかよくあるね。コンテストとかね。ビデオのコンテストがあるんですよ。日本のね、よく。あるんだ。まあ、そういうコンテストの、まあ、対象とかを見てみたりするとですね、全然僕いいと思わないですよね。ちょっとなんかこもうちょっとまあ、それはもう僕のね、僕の主観ですよ。見たことないし、僕はちゃんと。そこはちょっと変えていかなあかんですよ、龍之介さんが。なんかなんかね、いいんでしょうけどね、そういう、そういう世界の。僕はもう最近その動画を始めた人間からすると、別にダメもう、だよって。じゃ映像にする必要ないじゃんとか思っちゃう。言い過ぎかな。そうですね。別多分ね、に肉眼で見ればいいじゃんと思っちゃうあれね、多分ほら、本当ね、ここ最近進化したばっかなんですよ、この動画の世界はね。ああ、そういう。映像表現というこの日本は手ちょっ軽とね、さだとからそうか、いう、まだこれからっていうのもあるんでしょうけど。今まではちょっと高尚なもので、よっぽどなんかこういいビデオカメラでかいやつとかね、業務用のやつじゃないけど、なんか 3CCD とかね、そういうのを手にしなければなんかできない趣味だったから、でそういう方らが40代50代の時にやってたと。でそういう方が今もうデジタル時代になって60過ぎて定年迎えてね、でまあ撮ってるんですよ、きっとね。多分そういう流れがあると思うんですよ。なんか僕らが多分やってるアプローチとは違うと思うんですよ、そこは。例えば同じね、まあ、そういうのを見てるとですね、まあ、例えば京都、訪れましたみたいな動画があるとするじゃないですか。やっぱよっちゃんが前作ってたアルファセブンのね、やっぱああいうのすごいいいと思うんですけど、もうまた全くこう違うアプアロプーローチ。チというかね、紹介？最初はテロップが入るんですよ、大体。なんて、どんなテロッワード、マイクロソフトのワードのフォントそのまま使ったようなね、テロップが入プ。どんなですか？え？どこどこのこうご案内、なんちゃら G とか、なんちゃら地蔵とか。1900何十何年、そうどうのか。方のみたいなね、そうか。読み上げたりするんですよ。読み上げた。ナレーションが入るのね。ナレーションが入って。このお城は 1800 それって、記録ですよね。記録動画ですよね。紹介というか、紹介動画というか、映像作品ではないような気がするんですよね、これ。ダメなのかな、こんなこと言ってると。いや、そうですよね、でもね。コンテンツの種類が違うんだよ。違うんでしょうね。そう、なんか同じ
土俵にしようとするからおかしくなるのかもしれないですけど、うんうん、そうだと思うね、うん、あれ自体はまあ、存在する意義があってだけど、ほら、うん、日本のね、うん、そんなに多くない映像コンテスト的なもので、うん、最も評価されてるってなると、やっぱりちょっとね、うんうんまあ、そこはなんか腹立たしいというよりも、なんか変えていかな、ね、変えていけるやんっていうと。変えて、そんな気はしてますよね、うん、変えていけるような技術をつけたいですね。うんうんうん、まあでも、なんだろうな、そのビデオコンテストっていうのは、うんうん、今もうほら、ネットでね、自分のところでこう配信できるシリアルで、生ね、YouTube でね。そう。うんもうなんかあれじゃないの、 YouTube で全部アップした人を、ねうん、こう YouTube のリンク先だけ、うん、そのコンテストサイトかどっかに送って、うん、あとはもうそれ見て選んでもらうみたいなのが多分いいんでしょうね。ああ本当そうなんでしょうね、うん、今どうやってやってるのか知らないけど、そのなんかメディアかなんか、うん、ビデオカセットテープかなんかこうね、うん、ベータとか送ってさなるほどあれどういうね、うん、選考の仕方してるのか分かんない。あの Vimeo のね、うん、Vimeo のあのスタッフからのおすすめ動画って来るでしょう、はいはいはい、うん、あれ結構かっこいいんですよね、全部ね。あれって多分その、うん、ビュー数が多いやつとか、うん、そういうものをチョイスしてるんでしょうけど、ね、かっこいい、もう例外なく、うん、YouTube と違って商売いけないからね、うん、そう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 、うん、変なこう、うん、何商品紹介とかそういうのダメなんでしょ、うん、そう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 、うん、そうなんだ、レビューとかもレビュー系ダメなのね、うん、基本はダメらしいですね、うんうん、そこがなんかすごく逆にね、うんうんうん、宣伝させてるね、うんうん、サイトは。そうそうそう、そう、うん、いやすごいと思う、まあ、ああいうのちょっと見て勉強しようかなと、うんうん、そうか、うん、いやなんかすごいね龍之介さん、なんかなんで BMPCC じゃない、何ブラックマジックのなんか講習会行ってきたりとか あれちょっとソフトのね使い方を覚えようと思って、うんうん、まあまあ参加することはねものすごく最初の一歩的な感じでこう意義があると思うんですけど、うんうん、そうですね、うんうん、まあでも楽しいですね。楽しいですよね。うん。龍之介さんほどその画像処理っていうところはね、うん、そのこう、うん、深く、いや、もう惰性ではやってるけど。そこが不思、うん、なんか意外ですよね、本当ね。うん、よっちゃん、よっちゃんともあろう人がね、うん、あんまり画像処理に興味を示さないってね。うん、多分ね、うん、多分その8ビットっていう、8ビットだから、うん、8ビットっていうものに対してのその、うん、かけるそのダメージエフェクト。うんうん、なあね、うん。あんまりいじりたくないっていうのがね、うん。いうのがあるんでしょうね、きっとね。うん、でしょうかね。わ、うん、かりますね、うんうん。僕は10ビットでやっていきますよ、これから。おー、すごいなぁ、うん。それはね、ちょっと、卑怯というか、うん、もうだってね、10ビットと8ビットって言ったら4倍違うわけでしょ、うん、ですね、うん。そう。1000が以上ですか、うん、1024。うん。うん、大きいよね、うん。うん。1024から、いろいろこうダメージ処理とかして最終200ごろにすればいいわけだ、うんうんうん、だけど8ビット機というのは言ってみればもう取って出しがもう言ってみれば前提みたいなものですよ、うん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 、2ごろ階調からもうアウトプットされて、うん、で SD カードでこう突っ込んでもうすでにもう2ごろなんですよね、うん、でそこから何かこう曲げたり炙り出したりとかっていうことをした時に、うんうん、マッピングね、そのルックアップテーブルこうやったりとか、うんうんうん、そしたらもう2ごろ解除からもうあと減っていくばかりですよ。最終残ったらね、145しかありませんでしたね、うんうん。まあまあね、確かにね、うん。そうそう、そういうジレンマはありますよね。うん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 、そう、うん。いやでもね、でも面白いよね。うん、うん。面白いのは確かに思います。うん、うん。そう。多分まあ、見てる人よりも撮ってる人の方がやっぱ楽しいんでしょうね、きっとね。まあそうですね、うん。うん。まあそこは写真とか天体写真もそうでしょ。うん。まあ天体写真もそうですもんね。うん、うん。うん。やっぱ撮ってる人がもうね、うん、言ってみればその一晩に静止画1枚だから。うん。うん、確かに。うん。うん。そうですね。うん。まあタイムラプスとかもね、結構達成感っていうのはあるでしょうけどね、うん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 。長時間かかるからさ。はいはいはい。うん、ね、タイムラプスはどうしても天体写真と被っちゃって、僕は、うん、いやすごいいいと思うんですけど、作品自体、うん、見るの好きなんですけど、うん、撮るね、うん、時間の使い方が天体写真とちょっと似てて、うん、
ちょっと被るから避けてるんですけど、うんうん、時間の使い方もそうだし、うん、時間かかるでしょ、その苦労してかかったものが、うん、もう本当一瞬で、うんうん、だから本当数秒2秒3秒とかで、うん、消費されてしまうから、うん、そうそうそう、でそれを結局、うん、繰り返してあっち行きこっち行きで、うん、取らなくちゃいけないでしょ、あっち行き30分、こっち行き20分とかで、うんうん、だからね、ほんとね、5分、10分のものに仕立てようとしたら、うん、結構な時間かかるんじゃないかなと。うん、でしょうね。うん、ってことは、もう、常時、こう待ちが発生するわけですね。うん、そうそう。シャッター開けると。そうなんですよ。うん、そこがね、多分、ちょっとしんどいところかなって思う、うん。なんか、それだけだったら僕やると思うんですけど、うんうん、同じことやってるからね、天体写真で、うん。ちょっと違うことやりたいなっていうのがあって。あ、あえてやってないっていうとこあるんですけどね、うん、いや、うん、興味はすごいあるのは確かなんですけど、うんうんうん、ちょっと今はそのね常に、うん、忙しい動画をやってます。ああ、うん、そう、うん、まあそこは僕と同じ系統ですよね。そのまあ今日ね質問くれた方もまずはそういうなんかこうコンデジで動画機能のところで入ってきたと、うん、いうことをおっしゃってるんで、うんうん、そこを一歩進めるんだったら、うん、じゃあハンディカムか一眼かっていう選択、うん、僕はやっぱり、趣味を楽しんでいきたいんだったら、うんうん、まあもう本当ね迷いなく、うん、一眼、はい、うん、だけどもう8割9割が子どもの成長記録を残すんだよとか、うん、言うんだったらちょっとかん、まあ、そっちを考えた方がいいのかもしれない、うんうん、まあ確かに、うんうん、そうですね。記録、まあ、もう本当に、うん、まあ、乱暴に言ってしまうと、うん、記録用がハンディカム、うん、作品にするんだったら、うん、一眼、うん、光をこう美しいと思ってそこを追いかけていきたいとかっていうね、うんうんうん、そういう欲求にちゃんとこう黒に報いてくれる、報われる、うんうん、安いのがやっぱり一眼ですね。一眼ですね。まあハンディカムもね、僕も AX30 持ってるけど、まあ、よっちゃんは両方やってるからね、うん、なおさら説得力あるね、うんうん、あの出動、うん、あの出す頻度が本当に減ってますもんね、うん、ああそうですか、うん、それまではねほらスタビライザーでがなかったから、うん、あ、うん、やったけどスタビライザーが出てきたことによって、うん、自由になってきたんですよ、一眼というのが、うんうんうん、一眼の良さがちゃんとこうブレなく活かせるようになってきたんですよ、うん、なるほど、うん、そしたらねもうハンディカムの頻度がね、うん、残念ながらこう減ってきた、うんうんうん、あとズームぐらいですか、うん、やってみたらそうですね、あとまあ電池の持ちとあ、まあね、うん、うん、あそうと GH4 はもうめちゃくちゃ電池持ちます。あそっか、うん、まあ、そこは大きいですね。 すごいですあれは、うん、それは使い勝手という意味で言うとすごい、うん、プラスですね。ですね、うんうん、全然気にしたことないですね、うん、残量、うん、でまあ、あの4サーズのね、まあ、そんなに大きすぎるセンサーじゃないから、うん、レンズもそんなに高くないんですよね。そう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 、うん、結構、うん、小型のコンパクトなやつでね、うん、まあ、高いやつはもちろん高いんですけど、高いけど、うん、まあ写真じゃないし、うん、ある程度こうね、うん、あのどんなレンズでも撮れちゃったりするんでね、うん、動画って、うんうん、だからまあまずは換算、うん、35から50ぐらいのやつを単焦点で1本買っといてもいいし、まあキットズームでもいいんだけどね、うんうん、まあキットで最初から買うんだったら、キットズームでいいと思いますよ最初。ああ、まあね、うんうん、そうそう、うん、そう、あのね、うん、なんかねこうボケてないようでボケてるというのがあってね、うん、この間のあの龍之介さんが先日アップした、うん、どこだあれ、うん、秋葉原、うんうん、あれを見てて思ったんだけど、うんうん、まずね僕先入観で見るときに、うん、ああまあ BMPCC かと、うんうん、1インチ、まあ、僕は1インチ使ってたから、うんうん、1インチがいかにまあボケないか、うん、あんまりボケないかっていうのが分かると、うんうんうん、で見てたんだけど、うん、よく見ると人物にこうフォーカスしたときに、うんうん、背景がもう全部くっきりかなと思いきや、うんうん、案外こうふわっとボケてるんですよ。あ、うんうんうん、ここのディテールがあるかないかって遠目から見たら一見分かんないんだけど、うんうんうん、こう寄っていくとね、うんうん、やっぱりこうほんのりボケてて、うん、でそれがあの立体感をもたらしてるってことが分かるんですね、うん、なるほど、うん、これが iPhone 動画だと、うん、とかまあ極小チップのね 5.8 分の1インチとかのね、うんうんうん、そういうやつだと全
全くボケたくない。全くボケない。もう全部ピント合ってるんですよ。この間僕あのハンディカムね、ひまわり畑取りに行った時に、うん、僕の、X30 は、うん、まだ、そんなに 5. 点何分の1じゃなくて、うんうん、3分の2、うん、3分の2だったかな、うんうん、あれなんですけど、うん、もうね、もう全部にピント合って、うん、そこの遊びがないんですね。まあ、そういう、うん、なるほどね、うん、そうかそうか、まあ、それがいいシーンももちろんあるんだろうけど、 あるんだけどね、結局、うん、ちょっとコントロールが効かないのはね、コントロールができない、うん、だから、うん、そう、一眼だと絞ればパンフォーカスになる、うんうん、はいはいはい、うんうんうん、で、ハンディカムはそこをぼかそうと思っても ND フィルター使っても多分難しいと思う、うんうんうん、なるほど、うん、でもね逆にねフルサイズとかになるとね、うん、フルフレーム FF で撮ろうとすると、うんうん、ボケすぎちゃう、そうあのね、うん、絞りを13、14でもう解説現象じゃないけど、うんうん、解像度が低下するより絞ってもパンフォーカスになってくれなかったりする、うん、そのあの人物にピント合わせた時に ね、なるほどね遠くの方は、うん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 、そこはねそこで困りもんで、なるほどね、うん、でそこで落としどころ、うんうん、なんかこうボケにも振ってくれる、パンフォーカスにも振ってくれるっていうのが意外と、うん、そのフォーサーズぐらいから、うん、APS ちょっと手前ぐらい、うん、なるほど、うん、だからフォーサーズってね、うん、結構、うん、いいチョイスだと思う、うん、あそうなんですかね、うんうん、まあ、GH4 は、まあ、まさにね、うん、そう GH4 はねまさにあのセンサーにこだわってるというのは、うんうん、動画にはねなかなかこういい、うんうん、なるほどね、うん、チョイスなのかもしれない、うん、うん、そういう意味で GH4、 うん、うんうん、そうですね、うん、まあ、GH4 はもう本当みんなが勧めてるカメラですもんね、うん、あとその何、0.95 とかそういう沼もあるしね。0.95 赤、うん、F ね。F0.95 ね、うん。そうそうそう。あれも結局ね、ああいうちょっとこう小さめの光学系だから、うん、センサーのね、うん、そういうのをこう達成しやすいんですよね。うんうんうん。うん、いいでしょうね、うん。フルサイズだとあんま出ないもんね、ラインナップとして。うん、確かに。ないよね。ないっすね。うん。うん、うん、大体そのまあみんなあのビデオマニアは、うんうん、とかは GH4 使ってて3とか4使ってて、うんうん、最近になって α7 とか S とかが出てきたと、うん、そうですね、うんうん、だからね、うん、まあそんなそんだけみんなが使ってるってことなんで、うんうん、やっぱりまあ満足すると思うし、うんうん、操作性もやっぱりいいし、そうですね、うん、うん、そうだからまあやっぱ 最初三脚なんですかね、うん、うん、まあまあ、 まずは動かないんであれば、うん、別に手持ちでもいいわけですよ、うんうん、手持ちでこうね、あっち行き遠くの山とかをこうね、うん、左右に振ったりとか、うん、ゆっくりこうね、うん、そういうのは別に多分いいと思うんですよね、はいはい、うん、歩くとかなるとハンディカムとはちょっと違うから、うん、空間テーブル補正のハンディカムだったら多少歩けるんですよね、うんうんうん、だけど、うん、やっぱね一眼はね、うん、歩くと歩くのはしんどいですね、うんうん、あのブラックマジックのあれじゃないけど、うん、こう微振動ね、うん、細かいこうプル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 っていう震え、あれはね、うんうん、そこまでブレないだろうと思うんだけど、ね、見るとねすっげえブレてんだね、うん、ですよね、家帰ってみると、うんうん、全部ブレますよ、うん、GH4 もね、やっぱ手ブレはボディについてないんで、うんうん、レンズ側についてないと、レンズ側についてるやつを買わないとやっぱり厳しいですね、うん、その手持ちとかは結構ね、うんそうですね、まあそういうアプローチであえて手ぶれをね、うん、生かすような撮り方もあるんですけど、うん、ライブ感というかね、うんうん、手ぶれでもね、あの何段階かあってですよね、うん、細かい、うん、そのプル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 の震えこれがある、まあ、つまり全然スタビライズの機構がないもの、うん、カメラ側にもレンズ側にも、うんうん、まあ BMPCC みたいなものですね、うん、あれでやるとね、僕のあれだとね、手持ちで動かずにカメラしっかり構えてて撮っても、うん、ブレが気になるんですよ、うん、ダメでしょうね、うん、下手したら三脚立ててもブレが気になる、あ、うん、あれは いくらね、いくらブレは多少は心地いいというのがあったとしても、うん、あの細かいブレは僕は排除すべきだと、うん、確かに、うん、だからボディかレンズどっちかに手ブレが欲しいわけですよ、うんうんうん、そう、それがちょうどいいですね、あの例えば、うん、α7R2 とか、あ、はいはい、α7II の、うん、あの5軸、うん、あれはね、うん、あの心地いいですよ、ある意味手持ちでしてると、うんうん、プルプルがね、
ちょっと揺れ、あの、まあ、中ぐらいの揺れっていうのかな。うん、こうあのちょっとこうスイング周波数的に。うんうん、そう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 。うん、で、あの、なんかこう、ゆーらゆーらっていう、うん、ああいう周波数のやつが心地いいという取り方があって、うんうんうん、で、歩くと、それが大きなウェーブになってくるんで、うんうん、確かね、上下にね、うんで。次のステップなんだけど、それを、その大きなウェーブを取るのがスタビライザーなんですね。うんうん、そうですね、うん。そうそう。まあね、H1 プラスとか。うん、でもあれはね、止まって動かない、うん、もうずっとっていう風ばっかりで使ってんだったら、うんうんうん、だったらもう手ブレ補正機能付きのやつをただ、うんうん、構えてりゃいいじゃんって話になるから、うんうんうん、あれやっぱね、動いてなんぼ的なところ、うん、まあそうでしょうね、うん、そうでしょう、うん、まあ歩くもそうだし、うん、まあそのスライダー的な的に、ね、そうそう、うん、使うとかね、うん、そういうことなんでしょうね、うん、上下に使ってみたりとか、ああそうそう、うん、うんそのあれですよね、うんうん、まあまあ、うん、まあ本当ね、手ブレでもね、いろんなこうレベルがあるね、うんうん、奥が深いですよ、そのね、うん、そうだね、うんうんうん、でもね、なんかね、スタビライザーばっか使ってるとね、うん、なんかこう硬いカメラワークができないじゃないですか、硬いカメラワーク、うん、クククッとこう、うん、クックッとこういくようなね、強引な感じのね、うんうん、ああいうのはね、やっぱなんかたまにこう欲しくなったりしますね。うん、なるほどね。うん。そう。それは確かに思う。そこにカクカクって行きたくても、うん、もうふわーっとしか行ってくれない。わかるわかる。うん。ふわーっとしか行ってくれない。もどかしい時あるもんね。うん、そうですよね。そうそうそう。うん、あの辺コントロールできればいいのね。ねえ。なんか押した時にロックしちゃう。ああ、そうそうそう。まあ、ダメージかかりそうだね。効果、うん、効果が、なんか押したときに、うん、まあ 30% になるとか、うん。うん、動きが硬くなってくるみたいな、うん、尖った感じの。うん。うん。うん、あまあね、あれもね、大層な機材だからね、うん、ちょっとこう、まあ、大掛かりな感じするけど、うん、でもあれでしか撮れないような、こう、ものがあるからね。うん、ありますよね。うん。いろんな引き出しをね、やっぱりね。うん、そうですね。増やさないと。うん。そう。うん、まあ今ね、増やしてる最中であるんだけどね。うんうんうん、まあちょっと僕さっきあの天気予報見てて、うん、今週末、うん、今度の週末がなんか新月もう間近だということに気づいたんですね。うん、そうそうそう。うん。うん、そう。で、あの台風とか来るでしょ、うん、週末に、うん。ひょっとしたら台風一過で晴れるかもしれないですよ。うん、ここはね、あれですよ、うんうん。あのスイッチ切り替える準備しとかなかったんですよ、お互い。ほんとほんと。あの乾燥空気はちゃんとあのほらフライパンで炒めておいてください。うんうん、もう行きますよちゃんと晴れたら、ね、うんうん、そこはね僕もちゃんとね、うん、なんかこっちにうつつを抜かしてたら、うん、あれなんかえ嘘新月ってえみんな言ってんのって嘘ってそれはいや撮りますがな、うん、撮りますがな、あそうですか、うん、うん、来ますよ、うん、ちょっとあんまり撮るものがね、うん、僕の撮りたいものあんまりちょっと実はないんですけど、あんまり今ちょっとスポット的になってます。何え、アルファ、え、じゃあごめんなさい、あのんなんだ、IC なんちゃらとかあるでしょ、うん、何でしょうね、え、IC1396 は撮ったのか、あ、あれは、うん、撮ろうとして失敗しました、ね、あのハート製、いや明るい方やつが撮れたんですよね、うん、アンドロメダはだってちょっと、アンドロメダか今って、うん、アンドロメダ。いや、ちっちゃいちっちゃいけど、うん。あの、M45 はアンドロメダですわ。スバルは来月ですよね、多分ね。うん。うん。うん、だからアンドロメダは鳥頃ですよ。やっぱアンドロメダなんかな。うん。やっぱ1年に1回は撮っといた方がいいですよね。いやー、僕はもうちょっと、あれはもういいわ。だいぶもう、僕も何回も結構撮ってるから、ね。うん。マグチョンの存在があるからね、ちょっとね、アンドロメダはね、今年は控えておきます。うん。だから、うん、リスクの少ない、うん、いや去年にの自分を超えなあかんってさ結構ハードル高くてさ、うん、だからあんまりと自分が取ってないやつ、うんうん、を取ろうかなと、まあ、まあねカラーアシスト使えばね、うん、そういうの何でもできますからね、うんうん、ある意味か淡いものでね、うん、そうですね、うんうん、僕はもういかんせんちょっと淡いところは敬遠したいんでね今ね、うん1個なんで、うん、だから明日ぐらいからその何、うん、乾燥剤焼くとか、
なんだろう、何があるんかな。ちょっとわかんないんだけ結局、ど。赤道儀のセットアップがまだできてないんですよね。僕ね、一つやりたいのはね、赤道儀？新しいの。それまずいじゃん。電源がね、電源が入んないんじゃないかなっていうのがあるところで。なんで？いや、ないんですよ、電源ケーブルが。ないの？ないというかね、加工しないといけないんです、あれ。加工してもらえばいいんじゃないですか、じゃまあ、そうなんでしょうね。そこでなんか今止まってますあ。ね。まあ、今月は 放置したとして、まあ、ずっと使えるもんだからいいじゃないですか。まあね、慌てるようなもんじゃないね。いかんせん前回すごいね、調子良かったんでね。ね。そこをもうちょっとね。もうちょっと味わいたいなみたいな。そうそうそうか。そまあ、条件変えるといろいろ変わるからね。う。そうそうそう。一旦は下がるからね。そうなんですよ。それがあるんでね。なるほど。まあでもちゃんとね、ちょっと心の準備をしとかないと。まあ、何取るかぐらいはやっぱ考えとかなあかんのだろうね。そうです。僕ね、もうほんと1対1取れればもいや、うお腹いっぱい。僕も、そうです。まあ、お互い何取るか考えることと、あと、まあ、尻かげるちょっと焼くことと。あとはまあ、まあね、おのおの多分あるでしょ、なんか。そこはちゃんとやっといて、工軸もまあちょっとチェック工ぐらい事はしはて。チェックはしますね。まあそこぐらいやっときゃいいかな。そうですね。特に忘れ物とかも大きなものなかったし、アポゾナーがあるけどね。アポゾナーはね、なんかこう、本当僕使うんかなっていうね。せっかく買ったのに。使うんかなっていう。いあや、と、M 限、M 限。M 限ね。いや、M 限とアポゾナー、あと GP2 赤道儀。この3点セットで結構な値段しますよ。確かだけど僕は、まあね、天気のこともあって、忘れたとかあって。ちょっとしいばや、らくね。なんでかっていうとね、なんでこうやって今、使うんかなって言ってるかっていうと、なんだろう、M 限をいきなりフィールド出てね、なんか使いこなせるような気がしないんですよ。まあ難しい、そうですよね、なんか。意外とみんなでもできたって言うんだけど、そこがね、僕ね、本当できるのって、すごいね、自動導入で、いつもなんかこう、変に反対方向を向かれたりとか、ああいうね、なんか自動系っていうのはね、どうも僕相性悪くてね。だからね、ちょっと僕、そこがね、一回でも取れたら、おっしゃ、もうアポゾナでガンガン行きますよってなるんだけど、そういけないんだよね、今ね。思え新ない。生計はちょっとしばらくやらない感じですかね。新世紀はね、ちょっと予算の関係で、そのタムロンの、で、ほら、なんかコンテストとかあったじゃないですか。コンテストで選ばれれば、その、なんか何？ 10 もうから一個も10、らえるっていう。15-30のレンズ。15-30が欲しいんですけど、どうしても、まあ、そこのコンテストも無理やし、で、その10万というのが、ちょっと今優先順位的にまだ、いずれ買うんだけどね。まだだって冬のその、ほら、バラとか大三角とか天の川出てないから。まあ今ちょっと整形的にはスポットみたいになってるのかな。ちょっとこう休みなんですかね。もう一旦対照ね、的な。やっぱね、シーズンがあるね。天の川はね。一番撮りたいと思うのは、多分やっぱ天の川のああいうハイライトでしょうね。で、冬のオリオンも撮りたいとは思うんだろうけど、でも一旦撮ったからね、ちょっと僕もね、確か冬のやつはね。赤休みぐらいかな。いやー、新世紀もまあやりたいけど、いろいろちょっとなんか、あれもこれもとかっていう感じになっちゃってるから、せめてちょっと M 限は、M 限は使ってやらんと、アポゾナーと、ですね。これはアちょっポとゾナーだっまて動画でしか使ってないでしょ、今。ずい。ひどいよね。花火撮ったりとか、動画ですよ。ほんと動画でしか使まってさない。かね、あれだけね、ずっとレビューしてきてて、よし、買ったまでやってて、一番最初に使うのが動画だと。ひどいよね。いや、まあ、それもまた、いおや、でかもさ、しい。使いたくなくて使ってなかったんじゃなくて、やっぱ天気だからね。まあね。でね、成果上げてる人は、みんなほら無理して平日行ってるでしょ？で、僕も龍之介さんも共通点は、平日はもうまず行かないじゃないですか。まあ基本はね。行けたとしても、体力的に行けたとしても、そういう、なんか、そういうのをね、常態化させたくないんですよ。今回成功した。ね、翌日もそんなね、眠くなかったと。だったら次回も行っちゃおうって。
月1、月2とかになるのが嫌なんですよ。うん、そうですね。うん、なんかこう事故を起こすとか、なんか、まあ、僕はね、平日にもし行った時はね、次の日はもう思いっきり午前休とかにします。ああ、まあね。そういうのが、朝から絶対無理。当然とこうやりやすい時はいいけど、うん、まあまあね、うん。だからね、そう。そういうのがないとね、もうまず無理じゃないですか。うん。うん、だから、僕は体力ないから。平日というのはもう諦めてる。うん。もうこれで確率が7分のそのね、5なのが、はいはいはい。うん。もうだいぶ減るわけですよ。7分の2とかになるわけですよ。ですね、うん。で、なんか、なんだっけ、この1ヶ月、うん、1ヶ月だか3ヶ月だかで、忘れたんだけど、5日しか晴れてないでしょ。あ、本当。で、なんか言ってましたよ、ラジオで。ああ。そうか。そりゃね、ひどいわ、うん、そりゃね、M ゲンもアポゾナーもね、うん、出せないよ。うん、うん、そう、ちゃんとね、網張ってるんですよ、その天気予報をね、センサー張り巡らせてるんですよ、僕もね、ある程度はね、最低限で、それができない、で、平日の時は、平日の人は成果を収める、うん、うん、そこの落差があるじゃないですか、まあね、いいよなって、平日の人はさって、でさ、平日の人はいいよなっていう気持ちをずっと持ち続けてるっていうのが、うん、なんかこう嫌になってさ、うん、なんかもう、いやもう、いや、まあ、そうです、僕は、いや僕は週末プレイヤーだから、うん、って言ってたんだけど、うん、どん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 その平日でこう成果を、うん、平日じゃないともうこの趣味できんのじゃないのぐらいのね、うんうん、だから僕はそれをずっとこう耐えてるの嫌だから、だから今僕こうやって動画という人さ、ね、うん、そうそうそう、そうやったら動画やりつつ、うん、まあ、精神衛生上はいいですよね。そうそうそう、うん、うん、うん、じゃないとね、持たない、うん、だからこのね、動画という方向性はね、うん、そっち方面に行ってしまったらいかんのやけど、そっちだけに行っちゃったらいかんのやけど、うん、両立してこそこれは成功だと思うんですよ、うんうん、ですね、うん、一応ほら僕ら、うん、一応ね、うん、ちゃんとやりましたから。そう、義務としてね。いや、今月もそれは。そうそうそう、だから、僕らの今月も、ね、うん、義務的にちょっと撮影行きます。なんじゃそれ。なんじゃそれやって。そうそうそう、任務ですか、うんうん、任務。まあまあ、ある意味ね、その、うん、両立してるんだよっていうところ。うん、何にも心配してないって。でね、いや、僕はでも撮りたいもんね。うん、やっぱり撮りたいですもん、早く行って。あ、そう、1ヶ月に1回のね、うん、まず天、うん、うん、とにかく明るい対象でいいんで、現場の空気を吸ってきてね、そう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 、うん、シャッター開けた後のコーヒー飲んでね、うん、そう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 、うん、うん、やりましょうよそれをね、あれはやっぱいいですよ、うん、うん、そうか、それが、まあ、今週ひょっとしたら巡ってくるかもしれないけど、うん、ちょっとそうなんだ、諦めたんですけどね、うん、いやいや、台風過ぎた後が多分、うん、なんかあるよ、そうなんだ、きっと、うん、土曜日あたりですかね、じゃあ、ね、うん、そう、まあまあ金土じゃなくちゃ困るんだけどね、うん、うん、金は分からん、ちょっと可能性低いのかな、うん、土曜日だったら多分安定してくるのかもしれない、雲が、そうですか、うん、ちょっとスタンバっときますか、ね、そうだね、工軸でも合わせますかね、うん、まあEM100 はちょっと今回諦めた方がいいよ、もう間に合うんだろうから、そうですよね、うん、うん、うん、まあ今日はこんなとこにして、ちょっとね、次回の動画トークでは、うん、まあ予告ということで、ゆのすけさんがまたね、うん、ちょっとこう買ったわけですよ、何か、うん、それちょっと今あえて言わない、うん、また買ったわけですよ、動画の機材をなんか買いましたね、もう少しで完成ですよ、あ、本当に、つか何、まだ完成してないの、あ、まだあとディスプレイがあるね、ああ、そっかそっか、それはもう最後のあれだね、そうそう、締めくくりにね、うん、でまあまあ一つなんかまた買ったわけですよ、うんうん、そうそうそう、そこについてまたちょっとねお話を聞いてみたいと思います、うん、はい、これはまあ次回の8かな、またそうですね、うん、はい、はい、また聞かせてください、いや、よっちゃんもねそういう話あるからまたね、あ、まあないことはないね、うん、同じことしないとやっぱり、うん、わ、うん、かりました、じゃあ購入のまあ一応ね、うん、こう暴露というかこうお披露目というかね、うん、はい、オークションとかね、わかりました、うん、そこも含めてね、はい、はい、了解です、うん、じゃあそういうことで、はいはい、今日は、はい、お疲れ様でした、ありがとうございました、はいはい、どうも、失礼します、はいはい。